皆さんこんにちは、ガジログです。今回もやってまいりました Amazon 新生活セールということで、3月31日金曜日午前9時から、そして4月の2日日曜日23時59分までということで、新生活セールファイナルが行われます。こうした中でおすすめ商品をいくつかラインナップしましたので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。ご紹介しました商品は概要欄にリンク貼ってありますので、ぜひご覧ください。そして毎度おなじみになりますが、ポイントアップキャンペーンというのも行われていますので、購入する前にはキャンペーンにエントリーするをポチッと押しといていただければ、合計1万円以上のお買い上げを対象にポイント還元率がアップするという、そういったキャンペーンが行われていますので、ぜひポチッとされておいてください。それでは早速おすすめ商品見ていきましょう。まず最初の商品になりますが、Fire TV Stick の第3世代になります。参考価格4980円のところ、特選タイムセールで 20% オフ3980円となりました。1000円オフということですね。こちらの商品がありますと、テレビの裏側にあります HDMI 端子にこちらの端子を挿していただきますとね、無線 LAN でつながっている状態で TVer とか Netflix や DAZN、 プライムビデオですね、会員になっていればたくさんの映像コンテンツを楽しむことができます。当然ながらこうしたね、 YouTube も楽しむことができます。本体そのものはテレビのリモコンよりも小さい感じになっています。現在 20% オフになっていますので、ぜひこの機会にいかがでしょうか。次にこちらの商品になりますが、イヤーファン Air Pro 3という完全ワイヤレスイヤホンになります。アクティブノイズキャンセリング対応していまして、さらにマルチポイント接続にも対応し、さらにはワイヤレス充電にも対応している、ほぼ全振りと言っても過言ではない、かなりコスパのいいワイヤレスイヤホンになっています。通常の価格は8990円になりますが、今回特選タイムセールでなんと 20% オフで7190円となりました。これはね、正直安いですね。以前こちらの商品レビューの方しているんですが、本当にいいですね。デザインはこういったものになりますけども、ガンメタになっておりまして、なかなかデザイン性っていうのは優れてますね。そしてこの丸いところがタッチセンサーになっていまして、各種操作を受け付けてくれるものになります。1回タップ、2回タップ、3回タップとか長押しとかですね、スマホのアプリなどを使って、いろんな操作系統を調整することもできますし、音質をイコライザーを使って調整することもできます。さらにアクティブノイズキャンセリングになりますが、これは業界トップクラスということで、マイナス43デシベルのノイズを低減しています。個人的に主にこういった編集等で使っているんですが、その際にこのノイズキャンセリング使っていますけども、家の中のホワイトノイズですね、例えば冷蔵庫から出る音とか、もしくはエアコンの音とかですね、そういった関連はほぼ消えますね。本当に静かな環境で作業したいとか、そういった方にとってもこのイヤホンっていうのはすごくいいのかなと思います。集中して物事を行えるようになるんじゃないかなと思いますので、ぜひね、安くなったこの機会にいかがでしょうか。そして次の商品も結構ね、売れている商品になりますが、スイッチボットの音質時計プラスになります。参考価格は2780円になっていますが、今回特選タイムセールで 10% オフ2502円になっています。こちらの商品現在2台使っているんですが、この後ろのイメージにもありますけども、スイッチボットのアプリと連携することによって、10分ごとの取得されたデータがアプリに反映されることになります。リアルタイムに常にね、データ送られてくるわけでありませんが、アプリを立ち上げてデバイスの追加っていうのがあるんですが、登録してあればデータを取得することになりまして、その置き場所の温度と湿度を可視化してくれるわけですね。アプリを使えば、この温度に達した時にアラートを発するとか、もしくはこの湿度以下になった時には加湿器をオンにするとかね、スマートフォームでそういった連携をすることもできますので、生活の質っていうのが上がるんじゃないかなと思います。まだお持ちでない方はこの機会にいかがでしょうか。次にご紹介しますのはキオクシアの SSD になります。外付けの 1TB のモデルになりますが、なんとお値段めちゃめちゃ安くなりましたね。加工価格 13,880 円と、これでも結構安くなっていたんですが、さらに安くなっています。特選タイムセールで 10% オフ 12,490 円まで下がりました。いやー、これいいですね。個人的に半年ぐらい前に購入している時には、だいたい1万4000円ぐらいでプライムデーの時に購入したんですが、それよりもね、ちょっと時間経ったっていうのもあるかもしれませんが、1万2000円台まで下がってきました。これ何がいいかって言ったらね、とにかく爆速ですね。もう読み書きが早いっていうことに尽きると思います。もしお持ちであればなりますけども、 USB3.2 ジェネレーション2対応していますので、使っているパソコンがですね、こちらの規格に対応していれば、このリード
Android ですね、最高速で読み書きすることができます。簡単に言いますと、 M1 Mac を持っているんですけども、転送がですね、だいたい1ギガ1秒ぐらいで終わりますし、読み込み自体も同等ぐらいですね、めちゃくちゃ早いです。これは本当買ってよかったなと思います。ただ読み書きしている時にある程度発熱しますので、これからの夏の季節ですね、その熱を放置するということではなく、何かファンで冷やしてあげた方が長持ちするんじゃないかなという気もします。個人的にはUSB ファンというのがありますけど、そういったもので冷やしながらもう常にパソコンと連動させて使っています。とにかくね、申し分ない速さになりますので、 USB-C で接続した時に最高速を堪能することができます。まだお持ちでない方はぜひこの機会にいかがでしょうか。そしてこちらの商品はウランジのスーパークランプボールヘッドアーム緩み防止と書いてありますけど、こういったねものになります。参考価格2280円で、特選タイムセール 34% オフ、1504円まで下がってきました。これはですね、もう私2台使っているんですが、めちゃめちゃ便利ですね。このイメージで見ていただきますと、こういったポールにこのクランプの部分ですね、つまみで締めて、また反対で緩めるということになります。またここの付け根の部分ですが、つまみで緩めたり強めたりすることができまして、同時にですね、ここの部分とこちらの部分をこの一つのつまみで同時に強めたり緩めたりすることができます。ですので結構ね、使い勝手いいんですよね。個別に緩めたりする必要がありませんので、2つにね絞ってあるというのがいいのかなと思いました。使い方としましては、こういったね一眼レフのカメラもそうですし、スマホのホルダーと連携させることもできます。またですね、こういう緩み防止っていうのがありますので、自転車のこういったところに取り付けるのもいいかもしれませんね。結構頑丈に締めてくれますので、よほどのことがない限り外れないんじゃないかなと思います。あらゆる場所に取り付けすることができるので、撮影環境というのは飛躍的に上がるんじゃないかなと思います。ぜひね、お持ちでない方はこの機会にいかがでしょうか。ここでちょっとね、一休み的なものになりますけども、アース蚊取りスプレー、押すだけのマット200日分になります。セール品でないんですが、ご紹介させてください。現在の価格は725円になります。これですね、部屋の中にシュッとするだけで、本当に蚊がいなくなるっていうかね、いても、蚊がいたとしても、しばらくすると落ちてくるっていうぐらい、めちゃめちゃ効きますね。これ夏の時期、本当に我が家では多用していまして、それぞれの部屋にワンプッシュしておくと、本当に蚊がいないですね。これからね、蚊が発生する時期ですけど、早い時ですとね、もうこう春でもね発生する可能性もありますので、ドラッグストアで買いますと結構高いので、ぜひこの機会にね Amazon で購入してみるのもいかがでしょうか。そして次の商品もちょっとね箸休め的になりますが、 JEJ アステージのホームボックス620というものになりまして、いわゆるこういったね道具箱になります。屋外で置いたり家の中で置いたりすることもできますけども、結構多用すると便利になります。お値段の方がですね、こちらもセール品にはなっていませんが、結構お安いんですね。1818円になっていまして、ツールボックスのベストセラー1位になっています。こちらなんで紹介するのかと言いますと、今この写真にありますように、本来であればこういったね灯油とか家の中に置いておきたくないっていうものもあるかもしれません。しかしながらですね、これ我が家ではですね、宅配ボックスに使っています。この蓋の部分に宅配業者の方に分かるように宅配ボックスと貼ってあるんですけどもね、玄関の外にそれを置いてありまして、もうすぐ分かる状態にしてあります。そうしますと、特にアマゾン配送の方はボックスを置いてくれるとすごく助かると言っていました。そういった意味でですね、この蓋もちゃんとついていて、ここにもし何なら南京錠など購入すれば取り付けることもできますので、結構ね快適に使うことができるんじゃないかなと思います。もう我が家では 2,3 年これも使っているんですけども、本当にすごく助かっています。時々ですね、知り合いなんかはこのボックスの中にねちょっと渡したいものがあるという時に置いといてくれたりしますので、他の用途としても屋外にこういったボックスを置いておくと使えるのかなと思います。もし置き場所で問題がなければね、こういった宅配ボックスとして用途を使ってみるのはいかがでしょうか。ただ本体軽いですので、できればこの中にブロックなど置いて重くしておいた方がいいのかなという気はします。強風の時にもね飛んでいってしまわないように、ある程度の重さはあった方がいいかもしれませんね。そしてサイズ的にはちょっと大きめの Amazon の段ボールが来たとしてもギリギリ入るサイズになっていますので、よほどの大きいものでない限り大体これで済んでしまうかなという感じです。ぜひこの機会にいかがでしょうか。次にご紹介しますのは食品系になりますけども、低温製法米の無洗米、宮城産のつや姫5キロになります。令和4年産ですね。通常の価格、まあこれあんまり参考にならないかもしれませんが、3398円になっています。特選タイムセールでなんと半額以下ですね、 52% オフで1629円と安くなっています。この価格はねスーパー
ーで購入する最安価格ぐらいかなという感じですね。ただ今現在ちょっと通常発送が 1,2 ヶ月以内ということでお時間がかかってしまいますので、今すぐ食べたいという方にとってはちょっとね、難しいかなという気はしますので、ストックしておきたいということで購入するのもいいかもしれません。とにかく無洗米っていうのは洗わなくていいっていうのがもう一番になりますね。現在のお米って結構美味しくなっていますので、何年もね無洗米使っていて、そういった手間を省いて美味しくいただいています。次にご紹介しますのは UCC の職人のコーヒー無糖ラベルレスボトルのペットボトルですね。900ミリのものが12本入りになっています。参考価格は1788円ですね。特選タイムセールで現在1520円になっています。1本あたり127円ということでなかなか安くなっていますね。我が家ではもう年中アイスコーヒー飲んでいるので、もう本当にリピートっていう感じになりますが、これちょっと濃いめの味になっているのでね、何かで割って飲むっていうのもいいかもしれませんし、もしくはですね氷をたくさん入れて薄めて飲むっていう方もいいかもしれません。とにかくいつも冷蔵庫にストックしてありますと、いつでも飲めるっていうのがね本当にいいですね。今回お安くなっていますのでいかがでしょうか。そして最後にリッチブレンド100袋入りのドリップパックコーヒーになります。大容量ってありますけど、いわゆるこういったものになります。お湯を注ぐだけであったかいコーヒーが飲めるということになりますが、これも実はやっぱりね寒いこういった日アイスコーヒーだけでなくホットコーヒーも一緒に飲んでいるんですけども、これはね本当にもう何十回とリピートしていましてハマっています。お値段の方がですね2240円ということで、セール品になっていないというかね、セールやってくれないんですよね。逆に言えば安定して売れているのかなという気もしますけども、一袋入り22円で美味しいコーヒーが飲めるようになっています。ホットのねコーヒーしか飲まないよということであれば一度ね試していただければなと思いますが、かなり美味しいんじゃないかなと思います。はい、というわけで今回 Amazon の新生活セールファイナルということでですね、この春いろいろな商品を購入していると思いますけどね、買い忘れがないように全部まとめて揃えようとありましたが、日用品も含めましてね、もし必要なものありましたら概要欄のリンクからぜひご覧いただければと思います。購入される前はぜひこのキャンペーンにエントリーをするをポチッと押しといていただければ、1万円以上のお買い上げの場合はポイントの還元率がアップするということになっていますので、お忘れなくお願いいたします。では本日は以上となります。いつも Amazon のタイムセール祭りなどこういったねおすすめ商品ご紹介していますので、この機会にぜひチャンネル登録をお願いします。またよろしければ高評価も合わせてお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。